はい、今回来させてもらったのは天理ダム風致公園です。ここは電波がないんでね、ネット配信では来れないと思います。ほぼほぼ来れないと思います。ジャケット、でこの周辺は民家とか一切ないので、言うなれば本当に真っ暗闇の闇です。で遠い昔このトイレで女性が首を吊られていたという話がある場所です。こんばんは、どなたかいらっしゃいますか。誰？誰かいますか？はい。ここで何してるんですか？もう一度聞きます。誰かいますか？明らかに今入って聞こえたんですよね。こんばんは。やば、ちょっと怖いな。さすがにやっぱり。中から声が聞こえた。サイコロ。もう一度聞きますね。誰かいますか？特に反応がないです。中に入りますね。入っていいですか？私に従ってください。こんばんは。合わせ鏡になってんじゃん。あ、誰もいないですね。ただここに鏡があって、ここきついな。あなたの右にクローザー。ここにも鏡があって、反対側にも鏡があって、ちょうど合わせ鏡になるんですね、やけに気配がすごい。スピリットボックス鳴らします。お話できる方入れましたらお話しかけてください。誰かいますか？ここで
首吊られた女性の方いらっしゃいますか？それ以外の魂の方いらっしゃいますか？誰かいますか？おられましたら近づいてきてください。私の前に来てください。今の声は多分下の走り屋のコーラかな。頭。誰もいませんか？誰もいませんかって言って、うんっていうのもおかしいよな。関西人？私はそれの中にいます。中にいる。いたよね、今、多分。貧しい。貧しい。貧しくて、命を絶ったんですか？こっち側から話し声すんの、今日。気分悪いですね。下に誰かいる？ちなみにここは、秋の走り屋が車いっぱい止めてた場所からだいぶ離れてるんですよ。わけないのよ。足。霧出てきましたね。死んで回ってるんか、誰か。バスルーム。はい、ということで、フーチ公園その1、公衆トイレ。
次のとこの次の富士公園のポイント行きましょう。